大泉整骨院鍼灸院です。これは何をしてますか？これは育毛の針です。塩酸針という、中国の有名な先生なんですけど、塩先生という人がだいぶ前ですけどね、提唱してた針の打ち方です。頭に3本針を使って打つのが特徴の針です。その人の体調や状態に合わせて打つ場所変わるんですけど、昔30年ぐらい前ですかね、随分話題になりました。最近ではあんまり効かなくなりましたが、でもね、効果はね、結構あるんです。僕の頭で言ってもあんまり説得力ないですけど、でもね聞けばいいよね言ってる人がハゲてても別に聞けばいいよね自分では打ちづらいってことです。自分ではやったことないですね こんな感じ。